お疲れ様です、ナミさん。毎日動画の方を送っていただきましてありがとうございます。今日私はね、ちょっとね、全然違った切り口で動画の方を作っていこうかなと思うんですけども、それは中古車ですよね。車とかバイクの中古車に対して、私たちユーザーがね、走行距離をよく見て、その中古車の質の良し悪しを測ったりしますよね。まあ、単純に言うと走行距離が短い方が痛みが少ない車、走行距離が長いと結構もうガタが来てる車っていうふうにシンプルに判断しちゃうんですけども、ちょっと私考え方がね、違いましてね。まあ、今中古のセルシオを14万キロとか15万キロを超えたところで購入したんですけども、やっぱり消耗品はね、こう適度に交換が必要だと思いますけども、多分走行距離が20万キロだろうと30万キロだろうと50万キロだろうと、きちんとメンテナンスさえしておけば、どちらかというと走行距離が長い方が、その車の頑丈さとか信用になるんじゃないかなというふうに思うんですよ。私の買ったセルシオってのがワンオーナーで、で、今回手放されてね、中古車に回ってきたっていうことだったんですけども、展示して1年未満の車らしいんですよね。まあ、購入したのが3年前なんですけども、思い出せばってことになりますけども、そうなると、結構ね、ワンオーナーの方が新車で買って、10年とか15年だと思いますけども、やっぱりこう15万キロに近くまで走るまでに、まあ、適度に車検も出してね、洗車もしながらメンテナンスしながら大事に大事に乗ってきて、年間で1万キロぐらいを走ってきて、もしくは1万キロ弱を走ってきて、やっと15万キロ前後になったというところだと思うんですよ。まあ、それでね、もう長い間乗ったし、次の車にしようかなって形で、別に何か事故が起きたりとか問題が起きてっていうよりも、新しい車に乗り換えるために中古に出したのかなって気がするんですよね。それがワンオーナー車のいいとこだっていうふうに私は考えてるんですよ。まあ、そうなると逆にですよ、10年間、ずっとその車があったんだけども、走行距離が2万キロとか3万キロっていうのは逆にですね、あんまり走ってないから、適度な、車検とかね、メンテナンスとかも受けてないんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよ。だから私の判断っていうのは、まあ、その車が最初に登録されてて、そこから何年経つかなっていうのも一つなんですよね。例えば10年落ちとか20年落ちっていう言葉がありますけども、その間頻繁に乗られていたってことは、多分頻繁にメンテナンスも受けていたっていうことなんで、逆に安心かなと。要するに、10年以上の車で走行距離が10万キロ以上ってことは、結構信頼できるなというふうに思うんですよね。で、そういったものを、車屋さんが買い取るわけですから、売れると見込んで買い取ってるわけだから、だから余計に、チェックが入ってるのかなと思いますしね。まあ、まさに昔みたいに廃車同然で10万キロっていう話じゃないと思うんですよね。まあ、そういうふうに考えて、今ね、車の走行距離っていうのは、まあ、判断指標の一つにしかならずに、さらに私の判断としては、中古車屋さんに並ぶ車で走行距離が長い方が当てになるんじゃないかなというふうに思いましたね。特にトヨタ車っていうのは、私実際に3年間ね、そのセルシオに乗ってきて思ったんですけども、型落ちして走行距離が長いんだけども、本当頑丈だなと思いますね。タイヤは確かに交換しましたけども、ブレーキパッドもね、交換されてるし、タイミングブレードも交換済みだったし、なんか他全然問題ないんですよ。あと逆に言えば、車内の中にね、インテリアでちょっと壊れてるところは何箇所かあるんですよ。でもそれっていうのは、中古車を買った私ですら使わないぐらいどうでもいいものが壊れてるんですよね。だからそのまま修理せずに放置しても全然問題ないかなと。逆にそれを修理しちゃうと、対してリセールバリューがつかないものにコストをかけることになって、結局次のオーナーさんも別に喜ばないんじゃないかなって気がするんですよね。まあそういうふうに中古車を見ております。はい、私はね、中古車がかなり好きで、前のオーナーさんがどういうふうにね、その車に、愛情をかけていたのか、どこに、まあ、なんていうのかな、こだわりを持っていたのかってことをね、感じながら乗っていくと、なんか気が合うなっていうふうにね、その見ることもない前のオーナーさんとの関係を想像しながら走る、これも一つの楽しみかなと思っておりますね。はい、じゃあ本日は以上でございます。お疲れ様です。